どうもねくらです。今回はじゃ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 ん。デクよりでっかい。デクよりでっかいな。スミスでロルバーンを購入したので紹介します。並べていこうかな。並べ終わりました。こんな感じ。8種類あります。でなんかね、ネットでは10種類って言ってたんだけど、表紙の柄はおそらく変わらないと思ったので8種類だけ購入しました。店員さんに一応10種類あるって聞いたんですけどって言ったら、この店舗では8種類しか買えないですっていう言い方をしていたので、もしかしたらバンドの色とか中身の紙の色とかが違う種類が別の店舗で出てるかなって思ったんだけど、その後行ってももう開店組じゃないと売り切れそうかなと思ったので、ここで断念して文具女子博のロルバーンに専念しました。ちなみにこれとは別ででっかい英語のロルバーンも2冊買いました。これは私はねるねるねるねのパッケージをひたすら記録して時代に合わせてどこでどんな風に変わったかを見るのが好きなので、ねるねるねるねがちょうど貼れる大きさだからこのでっかいロールバーを購入してます。じゃあ見ていきましょう。そう、今日ねお家を出ようとした時間の15分前に起きて、うわやばいと思ってもう髪もボサボサのままメイクもせずにマスクしてワイシャツ着て、あズボンもスカートも昨日洗っちゃったと思って、昨日この発売予告が出たんですけど、もうそれは夜夕方とかで洗濯機回した後で、うわもう着るものがないと思ってオーバーオールを着て、すっぴんオーバーオールの女が完成して行ったんですけど、購入した後に動画を見てくれてる方がいたらしくて、恥ずかしいね、欲望にまみれた恥ずかしい姿を晒してしまった、はあ、ちゃんとしなきゃねじゃあ一個ずつ見ていきます。どれから行こうかな、楽しみだな。ここから行こう。じゃん、かわいいペイントなんですけど、あの文字が白押しではないけど、ちょっと茶色がかってて可愛い。リングが赤で、バンドが灰色で、中身が青ですね。可愛い。これは作んなかったな。優先順位はちょっと低めですよね。作るときに、やっぱりこの辺とかこの辺とか欲しくなるから。まあ、この機会に変えてよかったですね。次。もう一個のペイント柄。これもいいね。紫のバンドが合ってるね。銀色のリングに青い中身。合ってるね。いいね。まあ何合わせてもね、意外な相方したりするから。いいね。いいね。次。マウンテン。かわいい。めちゃかわいい。マウンテン作ってないかな？作ったかな？覚えてないや。なんかね、動画にしてない立川と池袋のあのカスタムロールバーンがあるんですけど、それが何柄だったかな？かわいい。中身が青でバンド黄色のリング黒ですね。いいね。いいね、いいね。で、なんか、カスタムロールバーンってすごいレアな感じがして使えないんですけど、今回こう8種類一気に変えたから大事に使えそう。使用はできそうですね。次、これ。渋いね。文字が紺色。で、バンド。黒かな？紺じゃなさそう。紺だな。紺かな？紺かな？いや、黒だな。多分黒ですね。黒なんてあったんだ。見たことないや。バンド黒のリング銀の中身青。かわいい。
次、これかわいい袋。袋は作ったんですよ。確か池袋で、池袋だから袋にしようって作ったのを覚えてるんですけど、バンドピンクだったかな。全部灰色、あの銀のリングに灰色のバンドにしたか、ピンク灰色にしたかな。それとも同じ組み合わせだったかな、覚えてないや。でも可愛いですよね。どのバンドが来てもまあ可愛いよね。バンドピンクに白リングの中身赤ですね。可愛い。こんな顔違ったんだ。知らなかった。可愛い。次、レース。これは初期からいましたよね。初期面からいたレースさんですね。文字と合わせてるんだね。灰色、灰色ですね。灰色バンドに銀リングに赤ノートですね。いいね。いいね。で、ここが人気の2種。パンケーキ。かわいい！めっちゃかわいい。バンド緑の金リングの中身が普通のロールバン。これ自分で買ってきてノートリムーバーでバラしてから柄変えてもかわいいね。パンケーキはもうね、売り切れっぽい情報がいっぱい出てましたね。今回取り置きができたみたいで、取り置きの人もいっぱいパンケーキ取り置いてたみたい。これバラしてここのリング赤かオレンジ、オレンジかな、オレンジにして2冊おソロとかにしてもかわいいと思う。いいねー。とソフトクリーム。ソフトクリームはバンドオレンジなんですね。文字がオレンジだからかな。かわいい。黒リングにバンドオレンジの中身は白ですね。白好きなんだよね。今回は青、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 ピンク、ピンク、黄色、白ですね。いやー、白いいよね。見せようかな、中身。ソフトクリーム開けちゃおう。すごい、なんかね、いつもよりガサガサだ。ツルツルじゃない。心なしか刻印もすごく深い気がする。なんだろう。すごい手触りが。悪いって言ったらあれだけど、滑らかじゃない。これ宇宙兄弟なんですけど、全然違うな。いや、中身もガサガサだから別に裏表間違ったとかでもないし、普通にガサガサですね。何なんだろう。なんだろうね。カスタムのやつはそういう感じなのかな。で、中が白。かわいいんですよ。白にオレンジの点線なんですけど、これすごい好きなんですよ、私。もったいなくて使えないね。すごい好きです、これ。楽しみ。何書こうかな。楽しみだな。動物の森の日記とか良さそう。写真貼ったりするときに白が映えそうですね。で、普通のポケットです。いいね。大事にしよう。まあこれは使うかも。もう今回買ったのは全部使うかもな。青髪とピンク髪も中身見よう。これ裏は違うのかな。あ、違いますね。一応ちゃんと柄ごとに番号が振られてはいるみたい。じゃあ上に置けとこう。開けるのあっちにすればよかったかな。これ結構気に入ってたんだけど。何も考えないで開けちゃった。あ、やっぱりガサガサしてるみたいです。これが青ですね。青に青の点線。爽やかっていうか、青って何を書くんだろう。普通に日記とかかな。不思議な感覚になるよね、青い中身のノートって。何に使おうかな。あ、集中力が上がるのかも。青いペンで勉強する人とかいますよね。集中力が上がるのかもね。いいね。好きな色で、青好きな人とかいいかもね。好きな色で勉強できると結構テンション上がるもんね。いいね。青に合う色で描くといいかも。紫とか、なんか青に合いそうな色で勉強すると結構気分上がりそうだね。いいの。次、赤。赤どれ開けようかな。袋かな。袋開けよう。
じゃじゃん、かわいい。フクロウは赤に赤のドットですね。かわいいね。これは何に使おうかな。赤か。でも赤は結構あったかい雰囲気だから日記とかにも良さそう。カフェ巡りした日記とか書いても良さげかも。なんかいい感じにマッチしそうですね。こんな感じ。今回の動画はこんな感じです。いいね。で、今日これいっぱい並べるために今までね、端の方とかが結構散らかってたんですけど、綺麗になったので、まあ、捨ての動画をこの後のんびり撮ろうかな。あと、あさってめちゃくちゃえぐい文具旅に行ってくるので、お楽しみに。バイバイ。え、待って、黄色じゃなかったここのポケットがいつも黄色い紙じゃないですか。ピンク。赤い中身のはピンクで、青い中身のは青でしたね。で、白い中身はいつも通り黄色でした。ここまで違うんだね。知らなかった。かわいい。です。